ちは、みなもです。今日はこの間クリスマスにオフ会をやりまして、で、その時にいただいたプレゼントたちがこちらなんですね。こちらもうめちゃくちゃあるじゃないですか。もうめちゃくちゃいただいて、私もこんなにいただくと思ってなくて、なんかクリスマスイブに当日にオフ会をやったから、なんかみんなにちょっと用意させてしまったかなってちょっと思ってるけど、まあ本当にたくさんいただいて、でこんなにたくさんいただいたから、なんかまあなんだろう、ちょっともったいないなと思って、まあプレゼント開封動画ということで今日は動画を回しております。じゃあ早速開けていこうかな。まずはこちら。みんなね、ほんとさ、こうやって可愛くラッピングしてくれて丁寧に開けたいと思います。何かな。かわいい、めちゃくちゃかわいい。みなもビッグラブって書いてある。見てこれ、私のイラストだ。かわいい、かわいすぎる。そう、これね、なんかツイッターで前々からなんかこの作る工程みたいなのを、まあ、ちょこちょこ載せてもらってて、でそれを見てたんですよね。こんなすごい、うますぎない？私のさ、ファンの人本当にみんなさ、絵がうまかったり、すごい手先が器用だったりするんだよね。じゃあ開けます。見て、すごい豪華。しかもさ、これですよ。見て、すごくない？すごい。どう、寝てる？目つぶってるのか。あ、ちょっと伏せ目なんだ。寝てる？すごいわ。あ、いい匂い。めちゃくちゃ嬉しい。3。あ、チョコレート。食べよう。お腹すいた。食べよう。あ、しかもさ、スタンドのやつも買ってきてくれてる。気が利く。え、これも可愛いからなんか玄関とかに飾っちゃおうかな。ちょっとこのまま置いとこう。クリスマス。あ、そうだ、メリークリスマスって言うの忘れた。メリークリスマス。私のとこにもサンタがやってきました。じゃ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 ん、チャ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 。何かな、何かな。あ、香水かな。このね、こういう細長い香水めちゃくちゃありがたい。コンパクトだし。あ、いい匂い。なんて書いて、なんかね、癒し系の匂い。あー、すごいいい匂い。あー、これ寝る前につけよう。超いい匂い。そしてこれもなんかアロマストーン、アロマストーンもつい、これセットなのかな、わかんない。ちょっと調べてみます。そう、今さ、クリスマスオフ会でさ、なんかこうやっていつも通り鼻をほじってたわけ。ほじってない、ほじってない、鼻をかいてたんですよ。ほじってはないの、本当に。別に私鼻毛ないし、鼻くそそんなにたまらないんですよ。ほじってたわけじゃなくて、こうやってかいてたら、なんか遠くの方から、みなばちゃん、いつも鼻ほじってるよねみたいな聞こえてきて、めっちゃ恥ずかしかった。でね、お手紙もね、いただきました。これも忘れちゃって、これはね、このまま飾るわ、この箱のまま。
ありがとうございます。で、次このいただきました、かわいいくまちゃんのこれクッキーかな、かわいい。なんかこういうさ、こういうカンカンね、捨てれないのよね、わかる、捨てれた試しがない、マジで。見て、いつもさ、なんかこういうさ、ちょっと AI、 なんか AI チックなさ、なんか写真で送ってきてくれるんですよ。でやっと会えたのね、オフ会で、すごい嬉しかった。こんなのを作ってくださったりね、すごい嬉しい。かわいい。この飾る、これはハンドネイルクリーム、めちゃくちゃありがたい、こういう瓶タイプの、嬉しい。私ほんとさ、なんか甘皮が、何、なんか甘皮が分厚くて、なんかつい剥いちゃうんですよね。だからネイル、なんかこのここら辺が常に赤いというか、だからありがたいです。で、パウダーバス、バスソルト、嬉しい。湯上がりはしっとり滑らか肌に、後で入ろう。マジで鼻がかゆい、ごめんなさい。ティッシュがさ、今さスタンドに使ってるんですよ。次はどうしようかな、なんかちっちゃいものからっていこう。ディオール、嬉しい。ここにさ、手紙書いてある。もうこういうのしたら捨てれないんですから、袋好き。え、ここに手紙書いてある。あー、ここに手紙書いてある、好き。この雨持ち歩きしづらそう、ごめんね。かわいい、食べます、雨大好き。じゃーん、うわ、良さそうなパレットをいただいた。え、これ欲しかったやつ、私これさ、なんかインスタグラマー、違う、なんて言ったらいいの、今インフルエンサーさんの化粧動画でめっちゃいいなと思っていたやつ、韓国のインフルエンサーさんの動画で、これチークにもなるし、ハイライトにもなるし、めっちゃいいんだよな、アイシャドウにもなるし、欲しかったやつ、嬉しい、ありがとうございます。メイクボックスに入れとこう。次、ディオール、またまたディオール。え、しかも手紙くれた。なんかこの人、手紙とか、まあそういうのなんか苦手っていうか、まあ普段はそんなにそういうのするタイプじゃないというか、だからめっちゃ嬉しい。プレゼントもなんかそういうのするタイプじゃないから、すっごい嬉しい。え、手紙もくれたの、嬉しい、ありがとう。あ、ミスディオールだ、やったー、さすが、パッケージがすごい可愛い、さすが、めっちゃいい匂い。ミスディオールって匂い1個だけじゃなかったんだ、ミスディオールとか。え、キャンドルだ、ですけど、あー、かわいい、めっちゃいい匂い、ピンク、え、めっちゃいい匂いだし、めっちゃかわいいし、すごい。皆さんもぜひご参考までにね。嬉しい、もうほんと嬉しい。これどこに置こうかな、寝室かな。でね、スタバもね、めちゃくちゃありがたいのよ、本当に。私たち仕事の合間にマネージャーさんとスタバにね、行って、もう去って帰るからさ。で、美味しいし、スタバ大好き。ありがとうございます。これ3つも、これ全部違う人から。手紙も入ってる、やったー。え、すごい、しかも全部違う、なんかかわいい。
これ私がめっちゃ好きなやつ、このこれめっちゃ好きな、あのバスなんとか、めっちゃ好きなシリーズありがとうございます。そうバスなんとかとかね、めっちゃねありがたい本当に。お風呂めっちゃ浸かるし、冬は特にね。いやはやありがたく飲ませていただきます。冬はね、なんだっけ、キャラメルスチーマーってやつが大好き。なんか裏メニューみたいな感じ。じゃーん。ごめんなさいね、あの安定してなくてすごい揺れてる。あ、手紙。嬉しい。そう、久々に会えたあの女性からね、久々にお会いできた女性から、ハッチの、ハッチで合ってるね、ハッチだよね、ハッチのボディウォッシュをいただきました。しかもさ、キティちゃんなのかわいい、キティちゃん大好き。なんかこういう箱もさ、なんか捨てれないのよね本当にさ、こうして私の家になんか物がじゃんじゃんと溜まっていく。捨てれないよね。可愛いもんだってパッケージが。紙袋とか絶対捨てないもん。あ、いい匂い。ビューリー大好き私。ビューリー大好き。あ、しかもね、ここにね、ちょっと名前が書いてある。ここにね、ビューリーの手書きのやつで源って書いてある。ビューリーのあれ大好きなんですよ。名前をね、書いてくれるの。筆記体で。筆記体なのかな。え、やったー、私の大好きなビューリーのマッチ。しかもめっちゃいい匂い。私が持ってない匂いかもしれない。めっちゃいい匂い。もう皆さん、ほんとビューリーのマッチはおすすめですよ。多分マッチ。ほらー、見て。青いのマッチの先端が。かわいいし、おしゃれだし、いい匂いだし。これをなんかこうプッって燃やして、ファーってなんか、あ、燃えないように気をつけてくださいね。ファーってなんか、あ、パッて燃やしてフッってやって、こう煙を吹きかけるんですよ、全身に。そうするとね、結構寝つきが良くなったりする。私寝る前にやったりしてます。今日声引くごめんなさい、ありがとうございます。お次は、あ、サッタさん、で、律儀に書いてくれ。え、リプティック、すごい、わーお、ソリューションって書いてある。何のことかわからない。ボディーソープかな。あ、ハンドウォッシュなんだ。へえ。エクスフォリエイティングハンドウォッシュ、あ、手や洗うやつなんだ。あ、スクラブも入ってるんだ。へえ。あ、ほんとだ。しかもさ、めちゃくちゃでかい。ありがとうございます。これでもう3年ぐらい困らないかも。なんかみんなね、ボディウォッシュとか結構くれるんですよ。ボディウォッシュ結構いただくから、ハンドウォッシュ結構ありがたい。ありがとうございます。私、ビオレのやつ使ってるんで。ありがとうございます。リプティックほんとおしゃれだよね。これさ、そう、嬉しかったー。じゃーん、キティちゃんのね、フォーエバー21って知らない人いるでしょ。フォーエバー21っていうところと、キティちゃんがコラボしたやつ。これ見て、袖がかわいいの。今の時期にぴったり。これもう手に入らないんですよ、本当に。それをいただきました。すごい嬉しい。めっちゃ良くない？めっちゃかわいい。いっぱい着よう。いつ着ようかな。なんか何と合わせようかな。何と合わせても可愛い。めっちゃ可愛い。なんか色がちょっと伝わりにくいかも。薄い水色。めっちゃ可愛い。綺麗な色。ありがとうございます。キティちゃん大好き。
手に入らないものとかいただくの本当にすごい嬉しい。何これ、なんかさ全部の紙袋からいい匂いするんだけど、みんなすごいの。ありがとうございます。ナンバーセブンって書いてある、知ってる？みんな、なんかさ、ほんとさ、おしゃれな人が多くてね、本当に私いつも勉強になってます。こういう紐とかもさ捨てれなくてさ、なんかこうどっかでなんかこう衣装でさ、こうなんかちょっと切ったりして、これ可愛いじゃん、だって切ったりしてさ、こういうので使えるかもって思ってさ、紐はね残してる。ピッ、うん、あ、難しいタイプの、やばい、ごめんなさい。嘘、あ、ここを切って、あ、ちょっとごめんなさいね、手元にあの開封動画とか言ってるくせにハサミがなくて、まあでも海外ではあのベリ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 って開けた方があのすごい喜んでますよっていうあのアピールになるらしいですからね。でも変なとこから開けたせいでさちょっと待って、ほんとさ、なんかさ、袋開けるのほんと下手くそすぎて、もう袋開けるセンスなさすぎて泣きそう。あー、すごい、なんかおしゃれなものが出てきたよー。なにこれ、キャンドル、しかもさ、ここ開ける、めちゃくちゃめっちゃいい匂い、嗅いだことないような匂い、すごいいい匂い。見て、これめちゃくちゃいい。どこで買うのか私にはさっぱりわかりませんが、めっちゃいい匂いよ。なんか甘い匂いほんと好きだからさ、しかもさ、これがさ、おしゃれ、あの紐じゃなくてさ、木、めちゃくちゃ今時のキャンドルだわ。ありがとうございます。キャンドルすごい嬉しいのよね。そしてそしてこちら、初めてオフ会でオフ会に来てくださった女の子がくれたの、ありがとうございます。メッシュの紐かわいいな、おしゃれ。フェラガモって書いてある、もしかしてフェラガモじゃない？でね、動画に残せて嬉しい。なんかさ、嬉しい。本当はね、毎回動画撮りたいんですよ。これ絶対残してこう。でもね、使えるから。え？嘘でしょ？ができたからさ、私ちょっと今別れちゃってるんですけど、めちゃくちゃ可愛いじゃん。前髪できたからさ、カチューシャとかもできるようになったの。なんかまあちょっとこんな感じ、可愛い、似合ってますかえ、めっちゃ可愛い、嬉しい、ありがとうございます。あのさ、このバレッタタイプは持ってたけどさ、カチューシャも欲しかったの。嬉しい、ありがとうございます。本当に嬉しい。でね、こういうのも使うからね、こういうのもあの旅行行く時の化粧入れにしたりね。次は、あー、また綺麗にラッピングしてくれて、そして手紙入り、嬉しい。見て、大好きなみなもちゃんへ。私も大好きだよ。カイロ、ありがたい。春カイロがいいんですよ。そう、春カイロがいい。分かってる。なんかさ、
春回路はね必要なんですよ、いくらあってもいい。あ、ぬいぐるみかも。何のぬいぐるみかな。え、なにこれ、かわいい。これは何、かわいい。あ、猫なのか、猫か、犬か、いや猫か。あ、尻尾が長いか、猫だ。に、に、にちって書いてある。かわいい。なにこれ、知ってるみんな。超かわいい。にちグリーン。なんか海外のかな、海外のラブキャットって書いてあるよ。なんかすごい、す、あ、ラブキャットかわいい、ありがとうございます。しかもさ、なんか抱えがすごい、抱き心地がいい。マジでさ、なんかめちゃくちゃ抱き心地がいい。なんかこの両手に収まる胴体、そしてこの程よく膨れ上がった顔ちょっと、はい、ありがとうございます。ぬいぐるみをね触るとなんか魂飛びがち。あ、あとさ、これをちょっと名前が書いてあったからね、ちょっとこれを抜かせていただきまして、これね、嬉しい。桑田佳祐と松任谷由実、ユーミンのね、クリスマスだ、クリスマスだからじゃないっていうアルバム、クリスマスのアルバム、しかも2023年版。ありがとうございます。キッシングクリスマス、キッシングクリスマス、ありがとうございます。カラオケバージョンも入ってる、歌っちゃおう。そしてね、何よりね、この生かした、わかる、これ皆さん、何がこれ、何かわかりますか。わかんないでしょ。わかるか。これはですね、レコードに、レコードのあの本体に敷いてるあの敷物ですよ。え、これさ、めちゃくちゃありがたい。ちょうどさ、な、買えなきゃって思ってて、なんかいいのないかなって思ってたんですよ。めちゃくちゃおしゃれじゃない、これ。 Music is my life って書いてある。本当にそうだわ。そう、しかもさ、これさ、フェルトじゃない、フェルト、フェルトだわ。やっぱそう、フェルトのものが欲しかったんですよ。めちゃくちゃありがたい、本当に。早速ね、しまいたいと思います。マット、レコードのあの下に引くマット、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。して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 すごいよこれ、ほんと。もうだいぶね、あの紹介してきました。じゃーん、このかわいい紙袋は一体何が入ってるのかな。大好き、マジで永遠に見てられる。やばい、また魂が飛びかけた、ね、ぎっしり裏に書いてくれてるから、後で。しかもね、この方ね、あのクリスマス動画を自作して、あのいただいたんですよね。それ見たの、めちゃくちゃ可愛い。あのここで流したらさすがになんかちょっと嫌だったって言われるかも、言われたらちょっとあの申し訳ないから流さないんですけど、めちゃくちゃ可愛い。私があの名付け親になったぬいぐるみを喋らせてて、みなもちゃんメリークリスマスってやってて、めちゃくちゃ可愛かった。ありがとうございます。またいい匂いする。ハンドボディーボッシュ、またまた、ボディウォッシュにするかハンドにするか迷うやつね、めちゃくちゃ。毎回ね、なんかせっかくだったらって言って全部ボディ、ハンドとボディだったらボディに行っちゃうんですよね。だってさ、手から、手だけじゃなんかさ、
手でもいいんですけど、なんかボディもいけるんだったらボディに使いたいよね。またべちゃくちゃ喋ってしまった。え、かわいい。何これ、超かわいい。これどこさん？あ、韓国なんだ。韓国産なんだ。やっぱ韓国最近パッケージが本当に全部かわいいからな。めっちゃいい、ありがとうございます。しかもさ、なんか高級な女の香りがする。これで高級な女になりたいと思います。よっしゃ、めちゃくちゃお腹すいた。食べようかな。あー、これ食べよう、めっちゃ美味しそう。いただき物、いただきます。めっちゃ美味しそう。2枚分かれてる、2枚入ってるんだ。めっちゃ美味しい。これ何、ウエハースが入ってるの。こんなに美味しいの。うん、めっちゃ美味しい。これチョコレート好きな友達に教えてあげよう。めっちゃ美味しかったよって。皆さんはクリスマス何しましたか？私はね、オフ会に行って、でね、山梨に行ってきた。山梨めちゃくちゃ楽しかった。マジで住みたいぐらいすごいいい街だった。なんかクリスマス東京にいたらさ、寂しくて寂しくて消えてなくなりたくなるんじゃないかと思って、今回は東京から脱出しました。でも24日にオフ会をしたことによって、なんかめちゃくちゃ、なんか本当に幸せだった。今年のクリスマスめちゃくちゃ幸せだった。毎年やりたいな。応募したけどね、落選したよって人ね、すいませんでした。またオフ会いろいろやりたいなって思ってるから、ぜひその時はご参加ください。なんかさ、春になったら、そう、みんなで言ってたのは、春になったらお花見したいし、夏になったら流しそうめんしたいよねって言って、全部食べちゃう。美味しかった。よいしょ。再開します。かわいい。こんなさ、お手紙あります？私の大好きな、なんていうものかわかんない。なんだっけ、いや、読める読める。マリア・フレ、うん、読めない時もあるし、読める時もある。そうだ、言ってた言ってた。これさ、紅茶のさ、紅茶だよって言ってた気がする。確か紅茶だよって。てかさ、紅茶とかあるんだ、知らなかった。すごい素敵、めっちゃいい匂い。にゃっ、
わー、なんか書いてある、シールか。わー、あ、茶葉か。めっちゃいい匂い。これなんだろう、詰めてくれたのかな、なんなんだろう。もともと売ってんのかな。多分ね、この味だよっていう、多分この味なんでしょうね。シール貼っとこう。何これ、なんか分かんないの、フランス語なんだから分かんないの。とりあえずすっごいいい匂い。なんかピーチっぽいし、なんかピーチウーロンみたいな匂いが。どこに貼ったらおしゃれかな。ここに貼る、上に貼る。ありがとうございます。飲みます。やっぱ冬はね、寒い時は紅茶飲まないと。そしてそして、かわいい。なにこれ、超かわいい。リンゴハンドクリームスペシャルケアセット。このね、リボンとかも使えるからね。このリボンさえも置いとくから、私。すごい、スペシャルケアって何？ハンドクリーム、ハンドクリーム、ハンドクリーム、あ、ハンドクリーム3つ？ハンドクリーム3つだ。あ、匂いが違うんだ。アップルの匂いが違うんだ。すご。ジューシーアップル、アップル、リフレッシュアップル。違うんだ。すごい。ありがとうございます。ハンドクリームもね、めっちゃいい。よくわかってらっしゃる。え、かわいいこれ。この箱。かわいい。手紙2つも入ってるし、めちゃくちゃかわいい。アップルに合わせてくれたのかな。え、かわいい。ほんとみんな手先器用でさ、私もオフ会でクリスマスカードを書いたんですけど、マジで一生懸命書いたけど、やっぱ足元にも及ばないかもしれない、みんなの。かな、めっちゃかわいい。しかも皮、何の皮かわかんないけど、皮めっちゃ嬉しい。この箱もかわいいから置いとこう。もうみんな天才、ほんと私のことよくわかってるし、人を喜ばせる天才。もうどうしよう。そして、なんか思い道クリスマスカラーのお手紙。もう手紙もさ、何通ラブレターを何通いただいたかしら。私、グリーンアップルが1,2,3,4,5,6,7,89,10,11,12,13,14,14枚も。ありがとうございます。嬉しい嬉しい、もう大好き本当に、うん、すごい。なんだこりゃ、いっぱい入ってる、かわいい。こんな可愛いこと、こんな可愛いことしてくれて、ひゅき。やばい、おならでそう。え？可愛い。すごいさ、クリスマス仕様にしてくれた自家製クリスマスカードですよ。いつもさ、なんか手作りでさ、前も手作りでアクセサリーくれたり、
めっちゃ可愛いチークブラシ手作りしてくれたり、可愛すぎ、おしゃれすぎ。これ何に使おう。なんかね、なんか何に使っ、な、あの、なんとかなんとかでこういう状況の時にこうやって使えばいいよってみんなね書いてくれるんです手紙に。こうやってどうやって使ったらいいのかなと思って手紙見たら、こうやって使えばいいんだよみたいな。ありがとう、嬉しい、本当にめっちゃ可愛くない？最高に可愛い。待って、ここに書いてある卵かけご飯と一緒にって書いてある好きすぎる、マジで。何これ、シーソルトって書いてある、嬉しい。卵かけご飯にシーソルトってかけたことないな。かけをかけて食べてみます。赤い色、また紐をゲットしましたが、これはいくらなんでも太すぎるのでやめておきます。ピュッピュッ、手提げ、なんとじゃーん、素敵な素敵な、これはルームウェアをいただきました。ルームウェア紺色の、ね、あ、紺色じゃねえ、ネイビーのルームウェア、ニットと、これしかもワンピースぐらいできそうな時、靴下をいただきました。いい匂い、すごい嬉しい。今着ようかな、あの、ダメだ、今からね友達と鍋するんですよ。鍋するからここにさ、うわーってプレゼントがあって、今日動画撮ろうと思って、よいしょ、うん、いや、ありがとうございます。本当にこういうのもねマジで使えるから置いとく。なんかね、お花もねいただいたんですよ。素敵な素敵な、めちゃくちゃでかいんだから。そしてお手紙また入ってた、うん、おしゃれ、またおしゃれなの、やば、顔近くなるのやめたい。これ、あ、これは取り外しできない系のリボンだ。あ、できたわ、やったリボンゲットだぜ。このまま見せよう。アレクサンドル・ル・パリだって。ほら、クリップ、すっごい高級そうなクリップをいただきました。合ってる、かわいい、かわいい、あ、めちゃくちゃかわいい、ありがとうございます。めっちゃ嬉しい。こういうね、ちっちゃめのクリップね、結構嬉しいんですよ、もらうと。ほんとなんかね、私の髪の毛めちゃくちゃ量が多いから、でかいクリップしか持ってなくて。うなぎパイだ、うなぎパイ大好き。富士山アルフォート、すごい素敵、めっちゃ可愛い。アルフォートも大好き、アルフォート美味しいですよね。これはなんじゃかな、あら、クラランス、私の大好きな大好きな大好きなクラランス、一体全体クラランスの、なんだっていうの、出ておいで。あ、お手紙付き。なんかね、クラランスのリボンはさ、ちょっと恥ずかしいじゃん。なんかここにさ、クラランスって書いてあったらさ、別にクラランスのなんか、あの、何、
モデルでもなんでもないです。これさ、かわいい。かわいい。これさ、クリスマスなんとか。かわいい。めっちゃかわいいし、めちゃくちゃいいサイズ。もう大好きなサイズ、私が。もう一番使いやすいサイズ。かわいい。二人分ついてる。かわいい。めっちゃいいサイズじゃん。なんですか。ダブルセラム。嬉しい。クララスのセラムいただいちゃった。大人気のシリーズでございますわね。嬉しい。やったキロ。そしてミニサイズのね、クリームとかナイトクリームとか化粧水が入っております。ありがたや、ありがたや。今日はこれを使って眠りますわ。ニキビできてるけど。ありがとうございます。本当によいしょ。そしてからになんか、うわ、いっぱい入ってるよ。叫んじゃった。私の推し野良猫軍団の、超かわいすぎる。めっちゃ嬉しい。めっちゃ嬉しい。めっちゃ嬉しい。これ銀座でやってて、それに銀座で野良猫軍団のあれがやってて、でそれ私ほんと仕事で行けなくて、マジでめちゃくちゃ悲しくて、ポスターとは写真撮ったんですけど行けなくて、でそれ絶対それでこれ言ってたやつ、めっめっちゃ可愛い。可愛すぎる。どうしようどうしようどうしよう、やばい。これね、皆さん、あの野良猫軍団っていうあの絵本作家さんが書いた絵本が元なんですよ。で他で、あのパンドロボっていうのもいるんですけど、私は野良猫軍団が一押しで、マジで私の本当に大好きなキャラクターなんですよ、野良猫軍団。最近は結構あの、みなおちゃんは野良猫軍団好きだよねってみんなあの覚えてくれてるからすごい嬉しいんですよ。ありがとうございます。ちょっとそばに置いとこう。野良猫軍団のグッズがいっぱい入ってる。死んじゃう。かわいい。しかもさ、めちゃくちゃいいサイズ。そう、これ。ありがとうございます。かわいい。もうかわいい。この方です。工藤のり子さん。ツイッターもやっておられますので、ぜひ。そう、あったんですよ。あ、充電なくなるわ。ちょっと一旦切ります。さっきはちょっと取り乱してしまったんですけども、まあ引き続き、ご紹介していきたいと思います。貯金箱！かわいい！惜しかったやつ！ということは、こんなにもらっちゃった野良猫軍団の、こんなにもらっちゃった野良猫軍団、嬉しい。あ、腰痛。めちゃくちゃ嬉しい。かわいい。見てかわいい。野良猫軍団っていっぱいいるんですよ。かわいい。ちょっとタグ切んなきゃね、後で。絶対に500円玉貯金します。やっぱそうだと思った。ありがとうございます。嬉しい。やっぱ言ってたもんね。そう、このファンの人が、あの野良猫軍団の、展示ポップアップに行ってたから、なんかうわいいなって思っ
ってたの。嬉しい、ありがとうね。レコードまでくだすった。いつもね、自分のおすすめのレコードをね、くれるの。これはジョン・フルース…フス…ごめん、ちょっと読めなかった。あとで聞いてみよう。これもなんかすっごいおしゃれなさ、REM。 間違ってたらごめん、あとで聞いてみる。サーカイ、割れ物だから。すごい、サカイのラッピングってほんとかわいい。はにゃ、え、あ、ちょっと平べったいんだ。皆さん何だと思いますか。え、うわ、天才、めっちゃかわいい。どうしよう、これはね、絶対に、あ、前も堺のね、ちょっと待って、持ってくるわ。よいしょ、よいしょ。前もね、同じ方がね、堺のね、お皿を下すったんですよ。見てこれ、美しくない。ここにね、金のね、金が、なんて言ったらいいのこれ、金が。でね、これと同じ、見て、めちゃくちゃかわいい。はあ、もうお腹いっぱいになってきた。すんごいかわいい、めっちゃ綺麗だよね、堺のさ、ほんとで、めっちゃ好きなの、マジで。物も置きたくない、そのまんま棚に飾ってます。ありがとうございます。じゃーん、そしてそしてアルバム作ってきてくれたんですよ。もうね、アルバム本当に嬉しいんだから。中はね、あの一緒の写真が写ってますからちょっと見せれないんですけれども、こんな感じでね、見て、劇風に印刷して、こうしてね、今まであった分全部ね、アルバムしてくれたんですよ。しかもお手紙もう全部になんかコメント付きで、めっちゃ時間かかったよね。ありがとう、本当にめちゃくちゃ嬉しい、嬉しい。時間かけたって言ってたわ。後でじっくり見よう言って今見る。え、ジェラピケだ。しかもワンピース、かわいい。しかもワンコちゃんがいる、ワンコちゃんがいる。ジェラピケマジで気持ちいい、最高。しかもワンピース型めっちゃ楽なんですよね、かぶるだけだし。ブリッジありがとうございます。この冬いっぱい来ます。そしてカラニ、これはなんだろうな、美容師さんにいただいたんですよね。美容師さんにいただいてシャンプーをいただいたから、なんかちょっと見バレもあるかもしれないから見せれないんですけど、なんかさ、サロン、そのサロンでしかおろしてないシャンプーとかあるじゃん。だからちょっと見バレがあれだから、ちょっとこれ紹介できないですけど、トリートメントとかシャンプーをいただきました。ありがとうございます。早速作ってみよう。もうね、シャンプーとかすぐなくなるからね、本当に。でね、王子は使ってるんですけど高いのよ、むちゃくちゃ高いのよ。でね、レコードもいただいたのよ。ありがたい、ありがたい。塩めっちゃ入ってるじゃん。え、シナトラじゃん、めっちゃ嬉しい。シティポップのね。あ、へえ、ユーミンも優しさに包まれたならも入ってる。え、陰りゆく部屋も入ってるよ。私が大好きな曲、ユーミンのこれね。嬉しい、ありがとうございます。後で聞こう、友達と一緒に聞こう。ありがとうございます、本当にありがとう。嬉しい、嬉しい、ありがとう。どうしようかね、もう本当に。
まだあるのよ。でもガブリエル・ペコ、私が一番好きな下着屋さんです。原宿にね、お店があります。なんか移転したって言ってたけど、嬉しいよ。とりあえず紙に巻いて、紙に巻いて確かめるっていうね。あ、何かな。かわいすぎ。天才なの？わかんないですよね。こういうこれなんて言ったらいいんだろう。ちょっとね、出してば。見て、後ろがこうなってる。すんごい可愛い。これどこのだろう。イタリアかな、フランスかな。フランスっぽい。え、どこ。あ、やっぱフランスだ。フランスっぽいと思った。めっちゃ可愛い。これ秋にさ、なんかこの上にさ、ジャケットとかさ着たらめっちゃ可愛いよね。どう。しかもこれ胸元がすごい綺麗に見える形ですね。最高、ありがとうございます。おしゃれなお姉さまからいただきました。おしゃれすぎるよ。ありがとうございます。本当にこんな素敵な素敵な、あ、ラスト1個、ラスト1個。ここまでお付き合いいただいて本当にありがとうございます。じゃがじゃがじゃがじゃっちゃーん、靴下。しかもさ、タグ切ってくれてる私の YouTube のハサミ使い見たのかな。こういうちょっとシンプルで、なんかありがとうございます。もこもこ靴下ありがとうございます。これめちゃくちゃあったかいやつじゃん。なんていうんだっけ、フリースっぽい。ちょっとありがとうございます。現場のね、足元冬本当に寒いの。本当に寒いので、なんか足元ヒーターとかつけると暑いの。そして次は辺見陽さんの月。辺見陽さんって知ってるわ。なんだっけ、あ、物を食う人々ね。あとなんで知ってるんだっけ、なんか有名ですよね、めちゃくちゃ。嬉しい、ありがとう。この方ね、いつも本くださるの嬉しい。なになに。ベッドに一つの塊として横たわり、果てなき試作に身を委ね続けるキイちゃん。世話をする施設職員の佐藤くんはある使命感に駆られ、この世の中を良くするため狂気を手に立ち上がる。殺意と愛の愛、難しい。あ、障害者施設殺人事件のね、そっから着想したんだ。うわ、楽しみだな。これ映画化とかされるのかな。されそう。なんかもうされてんのかな。前も映画化の映画化した小説をくださったんですよね。読んでみます。月だって。あ、月ってなんか映画あった気がする。してして、何これ、かわいい。ありがとうって書いてある。お年玉袋にマグネットだ。いや、私のさ、あのさ、熊動物園に行った動画でマグネットが好きって言ったんですよ。多分それ見てくれたのかな。マグネットだ、嬉しい。めっちゃかわいい。ゴッホのあのマグネットをいただきました。え、あれ行ったのかな。それは違うわ。へえ、あ、美濃焼きなんだ。え、嬉しい。早速冷蔵庫に貼ります。マグネット持って帰るのが好きなのよ。しかもタイルだ、めっちゃ可愛い。めっちゃおしゃれ、ありがとうございます。飾ろう。これが可愛い、ありがとう。つけて、これもういとこよっ。そしてそして、あ、これさ、なんかいつもさ、いつもね、くれるの。こういうタイプの、なんかグミキャンディ、グミキャンディ、こういうタイプのグミキャンディをいつもくれるの。
ありがとうございます。これ好きですよ、私。嬉しい。いただきますわね。そして、あ、言ってた、これ。見て、見て、見て。退屈な日々にさようならを。嬉しい。なんか私ね、金子彩乃さんの退屈な日々にさようならをっていう曲が一番好きっていう話をねしたんですよ。そしたらね、これくれた。嬉しい。めちゃくちゃ嬉しいじゃん。これね、嬉しい。見たかったんだよね。人がいなくなることや思い続けることについての群像劇。今泉力也監督っていうね、あの愛がなんだってやってる、愛がなんだって映画作った人、あの人が監督してる。嬉しい。楽しみ楽しみ。絶対見よ、絶対見よ。そしてレゴ。嬉しい、めっちゃ嬉しい。よう、なんかフラワーブーケみたいなレゴ。これめっちゃ可愛いじゃん。これにしたい、私。これ作りたいわ。いや、ありがとうございます。このさ、ハートのレゴ大好きなのよ。ハート型のレゴ、あんまりなくて、めっちゃ嬉しい。ありがとうございます。作ります。あの、冬休みに作ろうかな。マジでレゴ作ってる、あの時間がね、結構幸せなんですよ。手紙もいただいた。あと、なんかあるぞ。あるぞ、あるぞ、あるぞ。なんかさ、いつもさ、いつもさ、あの、この方ね、あの、カバンで くださるのよ、こうやって。こういうね、毎回ね、こういうカバンくださって、で、中に絶対ポケットが、中とか外に絶対ポケットがついてるカバンをくれるんだけど、いつもそのさ、中の、この、今回だったらこの中にポケットがあるんですけど、その中にね、絶対ね、あの、グミが入ってんのよ。絶対、めちゃくちゃグミ入れてきてくれるの。見てこれ。グミだよって書いてある。マジで好き。韓国のグミだ。今回は3つでした。なんか前とかになんか8個くらいグミが入ってたのが、ポケットがなんか両側になんか4つくらいついてるポケットがあって、その中にもうグミがもう敷き詰められてて、8個くらい入ってたの前。マジで好き、本当にありがとうございます。で、最後1個残ってんだよね。よいしょ。わかんないでしょ。もう私のことわかりすぎてる。じゃーん、スノードームだったよ。もう私世界で一番スノードームが好きなんですよね。だからもう冬とかも最高の季節なんですよ。もうスノードームが好きすぎて、もう家にスノードームめちゃくちゃあるんですけど、なんかもアイスがもうアルコール付きなんだけど、聞いてみますね。Hey! これジングルベルじゃないの？わかんない。ジングルベルだと思ったけど、ジングルベルじゃない。とりあえずジングルベルじゃなかったし。え、待って。え、待って。回ってる、雪だるまが。かわいい。死ぬ。かわいいよ。本当にありがとうございます。スノードーム大好きなの。スノードームミュージアムね、いいよね。わかる。もうスノードンミュージアムとか行ったら爆買いしちゃうんだよね、本当に。なんか行きたくなってきた、スノードンミュージアム。行こうかな、私。
明日にでも。BGM いらないですね。ヘイジングルペールだと思ったら違うんだよね。まあ、こんな感じで、すべての開封が終了いたしました。待とうかな、曲が終わるまで。どこ行った私の。なら猫だらば。一緒の猫だからね。仲良くしてもらって。まあ、ということで開封が終わりました。イエーイ、イエーイ。たくさん本当にいただいてありがとうございます。私も一応クリスマスプレゼントとクリスマスカードは用意したんですけど、全然見合ってないかもしれない。一生懸命書いたけどね。まあ来年もよろしくお願いいたします。いただいたプレゼントは今から手紙を読む。今から手紙読んで、なんかどこに飾ろうかなとか、なんかそういうの考えてやろうかなって思います。はい、本当にありがとうございました。さ、ちょっと気持ちがいっぱいですわ。何話せばいいか分かんない。あと本当にありがとうございましたっていうこと、なんか本当にいつもありがとうっていう気持ちでいっぱいです。なんか私もなんかすごい愛されてるなと、すごい愛されてるなって感じれたし、なんかもっとみんなに返していきたいなって思いました。今回のねクリスマスオフ会でみんなをもっと元気づけられるように来年も活動していきたいと思います。パワフルに、という感じで、以上みなものプレゼント開封動画でした。